ライトムアジャンクション2009年撮影地図ライトムアジャンクションはイングランドのシュロップシャーでビルドウォーズにあるアイアンブリッジ発電所駅とメイドリージャンクション駅の間に位置するかつての鉄道のジャンクション1854年グレートウェスタン鉄道は東方のメイドリージャンクション駅方面へ向かう線路とドーズリーホース兵を経て 北方のワイリントン駅へと向かうの線路の分岐点にライトムアジャンクションを開設した。当時、このジャンクションの南西方向のコールブルクテールでは製鉄業の集積が形成されており、周辺のアイアンブリッジ峡国一帯は工業地帯を形成していた。ジャンクションの北側にはレンガやタイルの製造工場や粘土の採掘地があり、ジャンクションはそれらへの引き込み線との接続点にも、 なっていた。ウェリントン駅方面へ向かう路線は1981年に完全に廃止されたが、その後も複線化されているアイアンブリッジ発電所方面の区間とメイドリージャンクション駅方面の単線区間を接続する地点として信号国所は維持された。しかし2006年12月23日には、 イアンブリッジ発電所方面の区間が単線化されたため信号国署も廃止されて以降はメイドリージャンクションの信号国署が完成する新しい信号法案の仕組みが導入されたさらに2011年以降はウェストミッドランズ信号センターに完成が移管されたテルフォード蒸気鉄道はかつてのウェディントンへ向かう路線の一部を使用しており保存鉄道の一部として かつての信号国書を使用したいという意向を持っていた。その後、ライトムアジャンクションの信号国書の賃貸借をめぐる交渉がまとまり、ネットワークレールからチームソニックレーシングに施設の鍵が引き渡されたのは2008年8月8日であった。ありがとうございます。